Hello there! 始まりました。もてつチャンネルです。今回はですね、本当はトイックの結果のやつですね、開封をしたかったんですけど、届かないので、またですね、今回も。なので、ちょっとできません。なんで、代わりと言ってはなんですけども、まあ、一日密着みたいなのをちょっとしてほしいっていうのがあったので、なんで、この間ですね、愛媛松山にですね、公開授業に行ってきたので、それをちょっと、流そうかなと思ってます。他の普段の日はね、密着でも何にも面白くないと思うので、一応ですね、旅がてらみたいな感じで見ていただければと思います。それでは、どうぞ。羽田空港に立ってきました。これから、四国、愛媛、松山に行かな。これから、四国乗り。はい、まあ、ようやくですね、ホテルに到着しました。いやー、時間かかりましたね。本当に大変でしたね。飛行機は遅れたんですよ。まあ、飛行機ってよく遅れるので、なんかトイックの世界で飛行機はよく遅れると書いてますけど、そんなことないです。実生活でも飛行機は遅れます。遅れますし、あと、そうですね、搭乗口も変わってたんですけど、で、それで今、着いて、で、バスもよくわからない、なんか、リムジンバスってやつですね。で、それに乗って、どうもですね、松山のその空港から乗ったんですけど、どうもなんか県庁前っていうところで降りるのが一番近かったらしいんで、で、乗ったんですけど、県庁前に止まんなかったです。その前のですね、松山市駅とかっていうのが終点で、そこで降ろされちゃいました。で、そこから、路面電車ですね、人生初じゃないか、北海道で乗ってますね。路面電車に、乗りました。で、県庁前ってとこで降りるはずなのに、わからずまた市庁前とかいう、ので、まあ市庁前の次は県庁前ですね。もう分かりづらいですけど、市庁前、県庁前っていうんで、そこで降りちゃって、で、雨の中、一生懸命歩いてきました。で、出発時間がもうですね、あと本当に10分ないですので、これからですね、授業の方に向かいたいと思います。そうですね、まだ何にも、ですね、荷物も準備終わってないんですけど、はい、これから授業に行きたいと思います。はい、それでですね、戻ってきました。ですね、いやー、よかったじゃないですかね。百何十人の授業をやってきましたけども、ですね、非常に暖かくですね、愛媛の皆様に迎えてもらいました。ですね、ミキャンっていうキャラクターがめちゃくちゃ人気があるっていうのを知りましたね。悪役でダークミキャンがいたりとか、子供にですね、コミキャンとかっていうのがいるっていうのをですね、知りました。それがまあ面白かったですね。やっぱりいろんなですね、地方に行けるといろんなことを教えて面白いですね。で、まあこれからいろいろですね、いろんなところでやっていきたいんですけどですね、これで私の一日は終わりなわけですけど、この後、まあ明日ですね、早朝ってことでもないですけど、まあ朝ですね、帰ります。ね、東京に戻りますけど、東京で昼から高校での授業があるので、そのためにですね、帰ります。もとはね、ゆっくりして行きたかったですね。愛媛みかんだったりなんだりっていうのを、ね、ちょっと、堪能したかったなと思ってますが、ね、これで頑張ろうと思います。これで頑張ろうと思いますんですけど、まあ、こんな感じでですね、その打ち上げ的なものもありましたので。では、皆様お疲れ様でした。では、Have a good night! Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.